今日はサリーゲペアの撮影をしました。しました。はい、色違い、うん、とか同じ柄とか同じ靴か、うんうん、同じ靴とかメガネとかっていう撮影でした。なんかさりげないのがいいですね。全部っていうよりかは気づいたら、あ、一緒なんだぐらい、うんうん、なんか色が一緒とか可愛いなと思いました。シャツがボタンダウンだったり、そんぐらいだったら一緒もいいかもしれない。それは結構、うんうん、普通に着ます。メンズの、この T シャツとかニットとか。僕がレディースのものを着るっていうのはあんまりない僕は結構色で見ることが多いかもしれない、うん、なんか かわいい配色だなみたいなのがあったらちょっとやってみようかなみたいな風になることのが多い、うん、でも本当にシンプルなのが好きなんで、なんかサラッとしててほしい。サラッとしてなんかあんまごちゃごちゃしてるのが好きじゃない、うん、ブレスレットとか、うん、ネックレスとかたくさんっていう人はあんまりないか、うん、つけてたり、うん、本当になんかシンプルなのがいいです。夏服ってやっぱりあの着るもの自体が少なくなるじゃないですか。少なくなるけど、割とその T シャツにデニムとかにスニーカーとかでなんかさらっと着てる人とかの方がやっぱりいいなと思いますね。サイジングとか色味とかはいろいろあると思うんですけど、うん、でも割とそんなにごちゃごちゃっていうよりかはスラッとしてる感じが、さらっとちょっと企画を見て、さりげなくペアルックとかしてデートを思いっきり楽しんでください。